はい、マスダです。今回は Canon EOS R10 のシャッターシーケンスの後編。予告通り今回は EOS M6 Mark II との比較。そして EOS R10 の電子シャッターでのローリングシャッターいがみチェックをご覧いただきます。機種の紹介などは前回に任せて早速進めます。<ー>まずは比較からですね、その相手の EOS M6 Mark II のスペックを軽く紹介しておきます。 今回の EOSR10 は EOSR システムの APS-C 機として登場しましたがキ n ノンの APS-C ミラーレスはご存知の通りすでにありましたそれが EOSM シリーズですね EFM マウントを採用したカメラ群で現在も EOSKISM2 を中心としてシステムが展開されていますその中で現在最上位機種となっているのが EOSM6M2 a r k です登場は2019年の9月 撮像素子はデュアルピクセル CMOS 有効画素数は約3,250万画素画像処理エンジンはデジック8となってますシャッターはメカシャッターと電子シャッターのみで電子先幕シャッターは非搭載となってます最高連射速度はメカシャッターでも約14コマ秒と今では EOS R10 などにも越されてしまったんですがこのクラスのカメラとしては最上級レベルの超高速連射が可能になってます というわけで早速 EOSR10 と e o s m 6 m a r k II の比較いってみます e o s m 6 m a r k II が電子先膜シャッター非搭載なのでメカシャッター同士で比較することにしますまずはレックビュー連射となる H プラスモードから参ります上が EOSR10 下が e o s m 6 m a r k II ですこの後約5秒後からシーケンスが始まります タイムラグは e o s m 6 II の方がかなり短めになってますね。時間だけ見ると EOSR10 の電子先マークシャッターに近づくほどタイムラグは短くなってますね。動きのシャキシャキ感も e o s m 6 m i の方にあるように感じます。ただその分、ショックも大きいようにも見えますね。そして気がつくところではまず駆動系の配置が逆になってますね。 あと前回触れたことですが、シャッターブレードの数が EOS M6 Mark II は4枚あることがわかります。ちなみに EOS M5、そして EOS R10 の上位基地である EOS R7 も3枚となってます。では連射のコマ速の違いをわかりやすく見せたいので、1コマ目の先幕が折り始めるタイミングで合わせて見てみます。 イオス M6 マーキューズはシャキシャキした動きをしていて、まあ、一見速そうなんですが、スペックの通りやはりイ、e、オス R10 の方が速くなってますね。切れ終わってチャージに戻るところがイオス R10 は早、e、いですね。イオス M6 マーキューズは動きが大きくてクイックに見えるんですが、ちょっと戻るタイミングは遅くなっているようです。 次にライブビュー連射となる H モードです。イオサルーテンの連射速度は約6.3コマ秒ですが、予想 M6M2 は約7コマ秒とこちらの方が上回っています。この差が実際そうなのか、動きの特徴を見るとともに確認してみたいと思います。この後5秒後からシーケンスが始まります。 ライブビュー映像情報を収集するときのシャッター動作そのものが両者異なるようですね。イオサールゼンは先膜を落として、撮像素子をオープンした後に、後膜を落として、両膜チャージして次の撮影にスタンバイするタイプ、要するに1枚撮影するのに両膜とも2往復するタイプです。 一方、EOS M6 Mark II は先膜を落として、撮像素子をオープンした後に、その先膜を引き上げて元に戻して次の撮影にスタンバイするタイプ。要するに先膜だけに往復、後膜の方は露光時のみ動いて一往復するタイプです。なので EOS M6 Mark II の方が両膜を再チャージする必要がない分、時間が短くて結果、連射速度が速くなるってことになっているようです。 ではもうちょっと動きの違いを分かりやすく見たいので1コマ目の先膜が降り始めるタイミングで合わせてさらにコマ送りで見てみますまずシャッターが切れますシャッターチャージで両膜が戻ります戻りは EOSR10 の方が早いですねライブビュー映像情報収集のために先膜が下ります降りるタイミングはちょっと e o s m 6 m ーが早いですね 終わったら閉じますが、イオスアルテでは後膜が降りました。イオセ m シックスマーク2は先膜が下から戻りました。イオスアルテはその後両膜を上げてチャージします。次のコマの録音はイオセ m シックスマーク2の方が速くなります。確かにイオセムシックスマーク2の方が電車速度は速くなるようです。イオスアルテンも最初だけは先膜のみを戻すタイプなので、まあできないこともないと思うんですけどね。まあいろんなタイプがあったりして。 その使い分けっていうのは何なのか謎だなぁと思う部分です。あー では、キヤノンイオサール10の電子シャッターでのローリングシャッター以画のチェックです。なお詳しい撮影条件などはシャッターシーケンスの特別編電子シャッターの回をご覧くださいカードの方にリンクを貼っておきます一応ざっくり説明すると秒速 144cm で動いている幅 30cm のローラーを画面上下大体いい1杯くらいになるようにフレーミングして撮影します。 カメラがちょっとでも傾いていると誤差が大きくなるのでそれはローラーを回さずに撮影したカットを参考にして補正します数値の方ではそれが考慮された値となってますというわけでキ n ノン EOSR10 の電子シャッターで撮影した結果ですがこんな感じですじゃん上が EOSR10 の電子シャッター下がメカシャッターです電子シャッターでは左に傾いてメカシャッターではごくわずかに右に傾いてます 見た目でのシャッターの切れる方向ですが、要素 R10 の電子シャッターは下から上に切れます。一方で、メカシャッターは先ほどの動画でご覧になったように、上から下に切れます。撮影した像では上下が逆転するので、ここで示した写真では、電子シャッターでは上から下に、メカシャッターでは下から上に時間が流れていることになります。ということで、膜速の計算をしてみます。 この EOSR10 の撮影結果ですが数値ではどのぐらいの度合いになるかまず傾きの大きな電子シャッターの方から簡単に計算してみますローラーの速度は秒速 144cm 下は上に対して約 5.2cm 進んでいるので電子シャッターでの上下端での差は 5.2÷144 で約0.03611秒となりますつまり画面の上から下まで操作するのに約0.0361秒となります カメラやってる人が感覚的に分かりやすい言い方をすると約30分の1秒ぐらいですかねでこれに対してメカシャッターでは 0.3cm3mm ですねその差があるので 0.3÷144 で約0.00208秒となりますつまり画面の下から上まで操作するのに約0.0021秒となりますやはり分かりやすい言い方をすると約500分の1秒ぐらいですかね えでは EOS M6 Mark II の電子シャッターでの値と比べてみますね。じゃん上が EOS R10、下が EOS M6 Mark II です。EOS M6 Mark II の値はシャッターシーケンスの109回で示した値です。EOS R10 の方が1.3倍ほど高速になってますね。まあ、とは言っても画素数が異なるので、まあ、それを考えるとトントンなのかなという感じもありますね。 新しい機種ではありますが電子シャッターに関しては従来のレベルを踏襲しているという感じですでは今まで測定した機種のグラフに当てはめてみますじゃん横軸が膜速の測定値縦軸は画素数となりますどうでしょうか APS-C の2400万画素機だとちょっとまあ、曖昧な表現になるんですがスタンダードなレベルってとこですかね よある点よりも速い機種もあれば遅い機種もあって、まあ、APSC 機だと速い富士と遅めの α6600 の中間ぐらいです高速に横切るような被写体を狙う時には歪みには気をつけた方がよさそうです。 はい、えー。ということで、今回はこんな感じです。えー、そして、いつもの注釈ですが、えー、この実測値は、あくまでもウォーキングマシンによる簡易測定による結果です。えー、細かいところまでは突っ込まないでください。えー、とはいえ、同じ条件でやっているので、えー、相対値としては悪くないとは思います。はい。えー、今回はこれにて終わりとさせていただきます。えー、ご視聴ありがとうございました。よろしければ制作の励みとなりますので、チャンネル登録の方、ぜひぜひよろしくお願いいたします。